どうもこんにちは。作業療法士の三田です。今日はシニアの方に向けて片足立ちを上達させるためのトレーニング方法をお伝えしたいと思います。片足立ちで必要な筋肉の一つとして、このお尻のですね、くびれの筋肉、お尻の横の中殿筋という筋肉があります。この筋肉が弱くなると片足上げてもすぐパッと足をついてしまって全然安定しなくなってしまいます。この中殿筋を鍛える方法をお伝えしていきたいと思います。なので片足立ちをもっと上達したいとか、またこう立ちながら靴下を履きたいとか、そういう思いのある方はぜひこの運動をやってみてください。このチャンネルではシニアの方がいつまでも健康であり続けるための運動をどんどんお伝えしていますので、ご興味ある方は最後までご視聴よろしくお願いいたします。この運動の最後にですね、どうしてこういう運動が必要なのか詳しくお伝えしていきますので、どうしてこの運動が体に必要なんだろうと詳しく知りたい方はですね、どんな運動なのか一緒にやってみましょう。では、片足立ちが良くなるですね、中殿筋、お尻の運動の方法をお伝えしていきます。まずですね、椅子を用意していただいて、そして捕まります。ちょっと僕は見やすいように椅子どかしちゃいますので、皆さんこう捕まっててくださいね。そしたら、じゃ片方の足をこう後ろに回すと、ちょっとこうクロスさせてください。この状態、この位置から足をですね、このようにカエルの足ですね、平泳ぎのポーズのように足を横に持ち上げていきます。そうするとですね、ここのお尻のところですね、お尻の横の筋肉だったり、このももの筋肉、このあたりが力が入る感じが出てくると思います。で、この中殿筋が弱くなってしまうと、こう持ち上げた時に、お膝がですね、ここまで持ってこれず膝が下がっちゃうとか、足首ですね、足首がこう下がってしまったりして、なかなかこのポーズがキープできないです。なので、もし難しい方はですね、僕の前の動画でですね、もっと簡単にできる中殿筋の運動方法というのがありますので、そちらもご参考いただけたらと思います。ではですね、この中殿筋を鍛える運動を一緒にやってみましょう。では、足を後ろに回していただいて、そしてぐーっと横に開いていきます。で、この時に、ちょっとこう軽く膝曲げて、本当にカエルの足みたいなポーズをとってください。では、いきますよ。せーの。1。はい。2。はい。3。はい。4。この時にしっかりと、ここですね、横に力が入る。せーの。6。7。8。9。では最後、10。OK。では今度反対側行きましょう。なかなかですね、この横に足をですね、こう、カエルの足のように持っていく運動って日常生活であまりないので、結構不慣れな方、このポーズを取るのが難しかったり、やっぱりこう足が下がっちゃったりしますので、最初は難しくてもですね、ぜひ挑戦してみていただいて、大事なのが、このお尻の横、ももの横ら辺にですね、力が入ってくれてる感じがあれば、OK です。さあ、こちらもですね、クロスしていただいて、この位置から横に、はい、開いていきましょう。せーの、1、はい、2、では足を横に3、カエルの足を作るように、4、5、6、横から見ていただくとこういう形ですね。7、はい、8、はい、9、では最後、10と、はい、戻しましょう。結構支えてる方も疲れてくると思います。まあ、このようにですね、お尻のくびれの筋肉しっかり鍛えることで、片足立ちが向上していきます。で、この後どうして、まあ、ここの筋肉が片足立ちアップに必要なのかお話ししていきますので、しっかりと内容が分かって、あ、だからこう鍛えた方がいいんだと分かった方が筋肉のつきとか向上もしやすくなりますので、まあ、ぜひ聞いていただきたいと思います。ではですね、中殿筋という筋肉がどうして片足立ちに大事かというと、まず、じゃあ片足立ちをこうするときにですね、このお尻の横の筋肉というのが骨盤がですね、こう横にぐらぐら揺れないようにガチッと押さえてくれる役割があります。で、片足立ちで足を持ち上げたときに、やっぱりこの重たい足がですね、すぐ下がって、重力とか重さに負けて下がってしまう、耐えきれない人がなかなかこう
安定しないですぐ足ついてしまう方なんですけど、さっきお伝えした中殿筋というのが足を持ち上げて下に下がらないようにガチッと押さえてくれます。そうすると安定してこのポーズがキープしやすくなりますので、中殿筋をしっかり鍛えていただくと、なかなかこう体重を支えきれずに足ついてしまって、まあ1秒から2秒ぐらいしかできない方がこの状態で5秒とかでこうキープが長くなりますので、ここで安定する力を作る。それが中殿筋の役割になります。主に骨盤を横から支えてくれる筋肉だと覚えていただければいいと思います。まあ、この運動をしっかり鍛えることで、先ほど申し上げたこう靴下をね、こう立ったまま履くときというのは、やっぱりこう重たい足が支えきれずに、ああ、足ついちゃうからなかなかこう靴下を履くに至らないとなってしまいますので、この状態がキープできるようになれば、さっとこうね、履けるようになりますから。そしてトレーニングするときに、ここのですね、横に力が入っていることを感じながらトレーニングできた方が、伸びしろがどんどん上がってきますので、もう一度運動とかですね、これを参考にやってみてください。このようにですね、健康に役立つ運動方法をどんどん発信していきますので、ご興味ある方は、こちらのチャンネル登録というボタンを押していただくと、新しい投稿が届きやすくなりますので、こちらもよろしくお願いいたします。それでは今日はこれで終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。